女神の加護を、それとあの新兵器は構造をうまく狙っていくといい。なるほど、了解です。さっきも言ったように、でも大切な、だから士官学院生として、はい、はい、大丈夫だ、今は。さすがに学院長と一緒にしないでちょうだい。それとベアトリクス先生ともね。ああ、お二人にかかれば我々もひよっこ当然。やれやれ、こんなおばあさんを持ち上げるものではありませんよ。いや、あなたは十分現役じゃろ。あっという間に装甲車を一台撃破しておったしそういう学院長こそ装甲車を毛下げりにしてたじゃないですか。いやー、装甲車って剣で切れるものなんですね。そういう二人もさっきからこういうアーツをバンバン使っているし、特にトマス教官、よもや魔道場が使えたとは思いもよらなかったのだが。いや、中世の魔道士にちょっと憧れてましてね。少々多いですね。しかもさすがに装甲が厚そうじゃの。はい、圧防御も組み込まれているな。あれ、厳しいだろうが何とかする。正規軍の増援が来るまでここは死守する必要若手の双璧と言われる腕前。こちらこそ永久遊撃士の腕前。いや、息がぴったりですね。違います。よし、我らも続くぞ。イエス。解析開始。はい。突破口必ずや開いてみせましょう。来たわね。さすがのパワー、真ですが、それならばいくらでも。
縛られ封じられがんじがらめにされる喜び、その甲冑越しに味わわせて差し上げましょうか。やっと正体を現したわね。2年前私の足止めをした時以上の。結社見喰らう蛇に所属する最高執行者ナンバー9。そちらの方は休業中です。今の私はラインフォルト家の使用人。彼らの背後に誰がいようとお嬢様の場所を守るだけです。上等。これが終わったら美味しいつまみと一緒にいろいろ話してもらうわよ。やれやれ、帝国男子としてわし。ええ、まずは一体確実に潰しておきましょう。やれやれ。いやあ、大した人たちだな。解析完了。これより対圧装備を無効化する。な。といってもこの気候兵相手にどこまで食い下がれるか。お手並み拝見するぜ。かなりの使い手が集まっているという状況。今頃バルカたちに制圧されているところあいまし。まあいいわ、地位の指示もあることだし、このまま学院までの。了解。なんだあれは。あら。トールズ士官学院。状況7組総員、まずは戦闘の機体を狙うぞ。本気でこちらに2機ばかりじゃ大人げないし、まずは相手をしてあげたら。承知。我らの大義を邪魔したのくい、この気候兵バッキンでな。さあ始めましょうか。はい。
やん。任せてちょうだい。やん。おいしい、おいしいです。私の番ね。やん。私の番ね。やん。おいしい、おいしい。みんな頑張って。ソラリアの感謝。ありがとうございます。青き炎よ。私の番だな。
最終の番ね。青き炎よ、我が剣に集い来い。やはり関節部が狙い目だったよ。さすが。その嫌味、帝国解放戦線の鉄鉱山では終わりに、ガレリア要塞での借りもあることだし、お次はこの隊長。なんだ、さっきの隊長機、特別な無駄だとは思うけど。敵接近、気をつけてください。うん、任せるがよい。続きます。これまで行くぞ。せい、行きます。任せでしょ。任せ。マイ、行きます。え、任せるがよい。俺の番だ。私行きます。すみません、皆さん。しまない、未成熟な。こちらのコツ、さすリアクティブアーマー、操縦士の意思で展開できる防御結界。本来は対戦中の装備だけど、こういう使い方もできるってわけ。The fifth division really ティーン、まさかあれを解き放つ。やめるのだ。シーが言ってた、このシュピーゲル相手にどこまで強い。ダメだよ、やめて。なんで力を求めるか。我が選ぶ、何時が選べば契約は成立する。求めるのであれば我が名を、炎を刻まれしもライザーよ。どうやら全ての条件が揃ったみたい。せり、まさか。はいはい、今はどうでもいいでしょ。それより集中しな。あんたはもう彼の名前を、あの異界の戦場でね。来い。灰の騎士バリマール。リン、セリーヌ、猫がしゃ、何をやってるのかしら。まあいいわ。さあ、死にたくなかったらとっとと。今のは両方。
これは帝国に伝わるその正体という大いなる力を体現する器の一つ灰色まだ動かないんじゃなかったの なんでわかるんだ。まるで体がライザーとなった時点で基礎知識は入ってくるからね。それより備えなさい。この鬼神はまだ武器を持っていないんだから。もらった。剣の体さばき、リンと同じ。よし、やる。ディーン、この人形を八王一刀流の無手の型。味な真似を。なんかいけそうね。剣をなくした時に使う第八の型、ユン老師に徹底的に叩き込まれたもんだよ。せいぜいその先生に感謝しときなさい。って、来るわい。わかってる。楽しませてもらうわよ。道を攻めている連中とまとめて絶対リース。そうだそうだ。よし、この調子。おいおい、何かわす来るぞ。
青い。まさかもういった。チー、いいだ。青の騎士、あいつがライザーだったなんて。あの女が導き手を務め。クロ。ああ、久しぶりだな。って、昨日の夜一緒に飯を食ったばかりだが、ずいぶん遠くに来ちまった気が。どうして最初を撃ったのも、それに。そもそも士官学院に入ったのは帝国解放戦線の計画のためでな。いずれ鉄血の首を狙う時の足場にするつもりだったわけだ。まあ予想以上に楽しんじまって、失った青春を謳歌しちまったが、俺の本分は学院生クローアームブラストは俺たちと一緒、トア会長やアンゼレカ全部偽物だって言うのか。あの学院祭のステージも、それは、ああ、ティー、クローもどうし、ラインフォルト製の気候兵用ブレ、お前の刀に比べりゃ生クラだな。そろそろ蹴りを。Cの獲物、本当に先輩がCの。悪いが、その灰の騎士に粘られると後々面倒なんでな。士官学院ともども、お前らを含めた学院関係者はまあ。そうか、だったらな。お前が勝ったら、ご、なんだったら、今度はお前の後輩になってやってもいいぜ。分かった。言っておくけど、利子は莫大だからな。そして、後輩は先輩の言うことに従うのが筋だ。戻ってきてもらうぞ。な、だがな。二人の闘気に連動した。さあ始めるとすっか。せい、今行くぞ。タック、行くぞ。チェック。
しのげるかよ。そこだ。今行くぞ。はっ、行くぞ。行くぞ。任せてちょうだい。
私の番ね。はあ、おいしいです。青き炎。任せてちょうだい。私の番ね。行くぞ。ええ、あ、はい、行くぞ。行くぞ。ええ、あ、はい、行くぞ。行くぞ。ええ、見切った。すまない、みんな。任せ、ええ、見切った。任せる、私の任せる。こんなとこ見切った。任せた。見切った。行くぞ。未熟な